高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということで7月最後の、放送でございます。この間ですね、20th anniversary alive、サマートゥーシーン無事に終わりまして、本当に皆さんありがとうございました。改めましてね、本当に今週はたくさんその感想メール、熱いこのね思いの詰め込まれたメールが届いておりますので、そちら紹介していきたいなというふうに思いますけども、そんな私でございますが、もう今回もう前回からもそうですけど、今回のサマートゥーシーンの前がものすごい勢いで、もう時間が足りなくて、もう久しぶりにもう徹夜徹夜でいつ寝てんのかなみたいな感じになっておりまして、いやー実は終わってからもまだ続いてるっていうですね、そういう状態でございまして、これ夢だったんだっけ、これ現実だっけみたいなね、すごくふわふわしてる感じな、ございますよ私がですね。でそのふわふわと言えばですよ、そんな忙しいのでもうね、本当に微々たること、もうちょっとしたことがものすごく幸せに感じるんですけども、ちょっとシャワーを浴びましてね、でボディーソープをこう体にシュシュシュってやったんですよ、でシュシュシュってやったら、そのシュシュシュってやった手からね、シャボン玉みたいな泡がふわってキラキラってちっちゃいのと大きいのとなんかね5個10個がまたこんなたまたまできちゃったななんて思いながら、ふわふわって飛んで、でもう一回やったらまたふわって飛んで、何今日すごいじゃん俺、なんかすごいシャボン玉製造機みたいじゃんみたいな、もうそんなんで幸せ感じたりとかして、これ手に取ったらパチンと消えちゃうかなと思ったら、意外とこう何同じシャボン同士だったんで消えずにずっと手に残ってて、なるほど、そんなので幸せ感じるみたいな。あとね、外食をして嬉しかったなみたいなのがあって、でそのスープのところに輪切りにしたネギがねハートの形だったみたいな、もう俺やべえなみたいな、すげえ幸せじゃんみたいな、そんなんですね、そんな感じでございます。さあ、この人はどうでしょうか。今週のチョロ、チョロさんはですね、そんな夜更かしの直澄の影響かすっかり夜更かし族になってしまいましてですね、でたまに俺ほらライブの前の日とか早く寝たいなっていう時もですね、3時とか4時とか、普通に遊べようっていうそういう体質になってしまいまして、なるほど、でちょっと大変だよ大変だよ、にゃーにゃーって泣いて、何何って言ったら遊んでみたいなね、いやいやいや今日はごめんみたいな、なんかねもうごめん本当に俺不規則で申し訳ないなっていうね、そんなでもね、そのさっきもそうなんですけど、もう大変なのってなんかすごい泣いてるんで、どうしたのって思ったら撫でてみたいなね、もう可愛いですね、本当にね、しょうがないんですけど、もう本当に反省しますよ、だから本当にね私のせいなんだなっていうね、本当に不規則万歳です。では高橋直澄のトラブルメーカー、今週も不規則に違う元気にいってみよう。直澄のトラブルメーカー、まずは普通のお便りご紹介していきましょう。ということで、もう本当にたくさんいただいているこの感想をですね、もう今週多分後半もこのね感想だったりそういうのをやろうかなという風な感想祭りにしちゃおうかなという風に思っておりますので、ね、お付き合いいただければと思いますよ。皆さん素敵な感想本当にありがとうございますまずはですね、こちらですね、茨城県の純からいただきました、ありがとうございます。オープニング A2 とポイント2にも共通するのですが、数分間の映像を見ただけなのに泣いていいですかって気持ちになる。始まりの森がモノクロームな世界からだんだんと色づく様は、希望の匂いがする。なんとも素敵な表現ですね、ありがとうございます、ね、そうなの高橋さん意外とオープニング命かけてますね毎回ものすごい凝って曲か何からね、こだわってますからね。
続き読みますね。皆さんがしきりと ASR だとつぶやいていた夏色の翼は発売当初の原曲に近いアレンジだったのでしょうか。ゆったりと聴かせる曲でいつもより気持ちが歌に乗っていた気がする、うん、歌い方とアレンジでこんな曲だったかなと改めて思う。ライブ会場で聴いて聞こえ方が変わる曲がある。だから私は CD で聴いているだけじゃ満足できなくていろんな会場に足を運んでいたんだなと、うん、早くあの場所に戻りたいって書いてますね。いや本当にそうですよね、うん。カナリアと初恋は絶対ここでしか聞けないアレンジと歌だった、うん、音源くださいと聞いている最中につぶやきたくなるの分かる。私も欲しいです、当時は同じ空間で、時間を共有できなかったけどここに来られてよかったな、ピアニカ四重奏の雨の空は晴れだった、これには誰もが予測できないアレンジ、ありがとうございます。そして、ランダバウトの夜だから、ずっと聴きたくて A2 の時からリクエストしてた曲、過去の DVD のセットリストを見ると今回がラストチャンスだと思っていたのでなるほど、本当に聴けてよかったです、思わず気持ちが大爆発、お茶爆もまんまと投下してしまいましたありがとうございます。おかげさまで盛り上がりましたよ。タグさんは何種類の楽器を演奏されていたのでしょうか。サックスと一番重たいバリトンサックス、フルートにサックスよりももう少しコンパクトなやつも演奏されてましたねそっぱらのですね、多彩な演奏とコーラス、佐藤勝さんとの色彩が白のコーラスに加え、一番びっくりしたのが直澄さんとタグさんのコーラスの相性の良さだったのかもしれません、うん。この座組だったからこそ、普段は出さない武器、かっこコーラスも見られたのかなってことでね、タグさんはあまり前に出てこないと思っていたら、出てきてエアピックも投げてくださいました最前列にいたのでそれを、それぞれの直倉さんが受け取りましたよ、ね、お二人のセクシーな対決、来月もお会いできるのが嬉しいです。そうなんですよね、来月もタグちゃん来ますからね。鍵盤のお二人も多彩、どっちがどの音出してるのかなと手元を見る余裕がなくて、ハープや、チェンバロのような音も鳴ってて、しまいにはカホーンとかピアニカまで、たった4人でもオーケストラ並みの壮大さを感じた君に会えてよかった、何度これを生で見たかったと思ったことでしょう。ラブシェイカー、前回の配信アライブの感想でピンポイントでここが好きと言っていた直倉さんもいたので、私もこの曲の好きポイント、進んでいけるの、手を前に出して前進するとこです。あそこね、なんか毎回同じ振り付けがありますからね。カメラアングルが正面からでいいお仕事されていましたありがとうございます。配信終わって数時間は放心状態で、アーカイブ見ようと思ったらまだ反映されてなくて、そのまま頭の中で何度か思い返していました。うまく感想まとまらないけど、アーカイブ見るとまた感想も変わってくるので、今回はこのまま送ります、うん。来月は時間もないのでピクニックキャス的なもので来るかと予想していたのですが、第4弾アライブの開催が決定ありがとうございます。嬉しいけど配信終わったら数日間でもゆっくり体を休めてくださいね、本当ご自愛くださいといただきました。ありがとうございます終わった日から仕事してますけどもね、そうなんです。じゃあね、締め切りが間に合わないぞということで、ね、やらせていただいてるんですけどもね、そうなんですよ、この、ランナーバウトね、本当に皆さんからたくさんリクエストいただいておりまして、うん、他にはですね、大阪府のこちょこちょこちえもですね、ランナーバウトの夜だから嬉しくて大はしゃぎ、一緒に歌いました、シングル CD 宝物ですということでね、シングル CD の、ね写真も添付してくださいましたね。8センチシングル CD、 これ今、ね、もう聞けない人も多いじゃないでしょうか。ね、そうだね、ねえ、もうそろそろこれレコードと同じ扱いになってくるんじゃないかなってちょっと思うぐらいね、このちっちゃなね8センチの CD、 ナントン G のシングルね、えこれね、カンちゃんとそして八尾和樹さん、ね、そして岩崎先生ね、岩崎和夫さんね、一緒にね、岩ちゃんじゃないね、人気やすさんね、やすさんが一緒にね歌ってくれてますからね、いや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 、これも懐かしい CD ですね。さあというところでですね、次のメール行ってみたいと思いますよ。感想ね、これだけで5分経っちゃいましたね、こちらはですね、福井県の以上の砂場でお送りしましたって書いてますけど、
これメンバー紹介の形ですね、うん、どうしたって駆け抜けてく夏、つなぎ止めておけないならせめて一緒の風に吹かれよう、そう思って挑んだ私を包んでくれた一陣の夏疾風は心にいくつもの素敵なシーンを刻んでいってくれました。どれも艶やかに鮮やかで、それはまさに夏の夜の夢、夢のような時間でした。全く未知数だった鍵盤鍵盤サックスがタッグを組んだ構成は開けてみれば無限の奥行き、重厚さを兼ね備えた君に会えてよかったは鳥肌ものの超大作で、すごく豪華で特別でした。メロディーに乗った初恋も、当時の作品を大切にして、その上でなお以前に勝るとも劣らないアレンジで長年のファンとの初めて触れる方たちをつないで楽しませてくれました。絶妙なタイミングで現れた新田先生とは、昔覚えたことは忘れないんだなと実感しながら一緒に歌ったり、カナリアは背景とシンクロして聴きながら涙ぐんでしまいました。真っ暗でも小さな希望の粒を一つ一つ無理やりにでも消化させて、そのうちに小さな大きな粒が一つ二つと舞い、いつしかまばゆいほどの光にも手が届こうとするような、あの時の直くんの心を映したのでしょうか、ね、一曲一曲思いが込められてとても語り尽くせません。言葉に表せないもどかしさが熱となり、またもう一度始まりから見てしまうんですよね。どこを切り取ってもひまわりのような笑顔がパッと開いてたサマーというシーン、また会えるその強さをいただきました、というふうな感想もいただきました。いやーね、これも超大作な感想、本当にありがとうございます、ね、素敵ですね。こう前編をねスーッとこうね流れるような感じで、ね、書いてくださいましたね。と思えばですね、こちらはですね一曲にね、ポイントを当てた感想もいただいております、栃木県の柴上ですね。神アレンジ曲の連続で心が揺さぶられっぱなしでどうしようかと思いました。まさかのピアニカ四重奏には本当にびっくりして、いつも新しいことに挑戦してくださる直澄さんとバンドメンバーさんに本当に感謝です。人が考えることをやめなければアレンジって無限大なんだなぁと思いました。初恋が本当に素敵すぎてジーンとしました。直澄さんの声とタグさんのフルート、マサさんとマサルさんの鍵盤と背景のあやめが私の心の中に優しい波紋のように広がって、とっても温かい気持ちになれました、もう戻れない時間や場所、もう会えない人、もう聞こえない声、もう触れられないもの、たくさん浮かんできて、懐かしいような切ないような、愛されていた記憶を思い出す今回のサマートゥーシーンは、私にとってそんな時間でもありました。サマートゥーシーンに参加できて最高の夏の思い出ができました、本当に素敵な感想ありがとうございます。私も本当に素敵な、ね、夏の思い出の1ページになったなというふうに、ね、思いましたよ、ありがとうございます、ね、いいですね。諦めなければアレンジは無限大、ね、メンバーとそれをまた合言葉にしていろいろ考えながらやっていきたいなというふうに思いますね、あの皆さんが言っていますけどもね、あのカメラアングル、ね、こちらもいろいろ今回はね、新しいスタジオに行って、でスタッフさんがたくさん、今回は参加してくださっていたからこその、ね、神業だったのではないかなというですね、ところもありましてね、そういったメールもいただいておりますね。神奈川県の幸子ですね。今回アップでのカメラ目線の多いこと最初の夏風の待たせてごめんやっと会えたねがカメラ目線でドアップで言われて、最前列でど真ん中で自分を見ながら言われてるような気持ちでめちゃくちゃドキッとしちゃいました。ここでアップ欲しいなと思うところでがっつり抜いてくれて、今回もカメラさんに、大感謝。そしてここで見つめられたいと思ったところでカメラしっかり見てくれた直澄さんに何よりも感謝です。今回カメラ台数は増えたりしたのでしょうか、いろんな角度から、撮られてる感じもしたし、カメラの切り替えがすごくいいって思いました、今回ですね、スタジオが変わったと言いましたけど、カメラの台数も増えておりましてね、でそのスタジオが変わった分ね、機材もちゃんとこうね、なんかすごくグレードアップさせていただいてたというかね、すごく予算もかかってたと言いますかね言ってしまうと人がかかればね、いいものはできますけど、その分ね出てくものも多くなるっていうね、大人の事情もいろいろありつつ、今回はそこもね、こだわりましたところではありましたので、まあその今回はねカメラにね、どのカメラが今使ってますよっていう、そこがですね赤いランプがつくっていうですね、それが今までなかったので、今どこを見たらいいかわからない、まあ打ち合わせをしてるんですけどもね、ここら辺で見たいなみたいな打ち合わせをするんですけども、なかなかねそのタイミングが合わなかったりとかしてたんですけど、今回はですねちゃんとその今この
ね、あのテレビ局みたいに、うん、このカメラが今使ってますよっていうカメラがね、赤いランプがついてたりとかしてたのでね、今回は特に、あ、今あそこだなっていうところを狙って、うん、もうこうね、わざと見たり見なかったりっていうところがうまくいったかなっていうところがありましたよ、うん。さあ続きましてですね、もう一度ご紹介しましょう。こちら京都市のチャコですね、サマーテヨシーンお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。大人の色気漂うかっこいい演奏からちょいちょいまでできるタグちゃん、クールな表情でキーボードを操って熱い音を聞かせてくれたマサルくん、軽口を叩きながらめちゃうまナオくんを見つめる満面の笑顔がお母さんのようなマサさん、そして全身全霊魂込めて最高のパフォーマンスを届けてくれた我らがナオくん、4人の息と気持ちがぴったりあった演奏で楽しくて嬉しくて泣けて興奮して感情の振り幅がえらいこっちゃな最高に幸せなライブでした。アルバムシーンの楽曲には、アーティストの高橋直澄の核のような音や言葉が詰まっていると思います。ふるさとや家族に寄せる温かい思い、人の思いにそっと寄り添い支える優しさ、辛い経験や自分の弱さに向き合い葛藤しながらも光を見つけ出そうとする強さ、サブタイトルの残したい風景が示す通り、どんなに時が経っても変わらない奈緒くんの原点とも言えるんじゃないかなと、リリースされてから20年近く今でも色褪せることもない、輝きに触れると同時に新しい魅力にも気づかせていただいた、ライブでした。ありがとうございましたといただきました。本当にね、言っていただいて本当に嬉しく嬉しく思いますそんなね、ぎゅーっと気持ちが詰め込まれたね、アルバムでございましたね。シーン残したい風景より一曲お届けしたいと思います。皆さん、たくさんの感想ありがとうございます。ということでお届けしましょう。高橋直澄で、初恋。なおずみデビュー20周年記念配信アライブ第3弾、サマーウィンドとシーンツアーのセットリストを中心にお届けするライブ、なおずみ高橋 20th Anniversary Alive サマートゥーシーン、8月7日までアーカイブを配信中。詳しくは高橋なおずみのホームページをチェック。懐かせに思いを馳せ、今残したい風景をあなたと。さあということで後半もですね、お便りご紹介していきたいと思います。本当にありがとうございます。実は今回ね、あのライブの感想もですけども、うん、そのライブの直前でグッズが仕上がって完成してほんでそこから発送してるんで、皆さんに届いたのがですね、本当にもう前日とかその辺のねちょっと前ぐらいに届いた方が多かったんではないかなということで、グッズの感想と今回はライブの感想も同時ぐらいに届いたので全然ご紹介できていないので、そのねグッズの感想も本当に嬉しいのがあったので、ちょっと紹介させていただきたいなというふうに思います。こちらはですね、茨城県のカンカンマンゴからいただいております。ありがとうございます。先日ライブグッズがたくさん届きました。嬉しい嬉しい、すっごく嬉しい、ね、ありがとうございます。こちらこそ嬉しいですよ。お忙しい中届けてくださって本当にありがとうございます。ひまわりティー本当に可愛い、着るのが嬉しい、着てみたら気持ちがアライブに切り替わりますね。スイッチが入るというか、アライブが一層楽しみになります、ね、ありがとうございます。そういう風に言っていただいてね、
学生の頃吹奏楽の合宿の時、先生が T シャツを着てきて、先輩たちがあの T シャツかっこいいとざわざわ騒いでいました、うん、私は先生のスーツ姿と、演技服姿しか見たことがなかったので、うん、T シャツ姿に衝撃を受けましたが、その T シャツに憧れて、それ以来夏になるとかわいい T シャツ、かっこいい T シャツを探すのが楽しみになりました、うん、なおずみさんの T シャツを見るといつもその時を思い出します。今年も素敵な T シャツに出会いました。本当にありがとうございます、うん、あ嬉しいねえ。こう残したい風景というテーマながらではの感想みたいな感じでね、本当に嬉しいですね、うん、ありがとうございます。そして、ポストカードもたくさんあるけどどれもいいですね。なんということでしょう、完璧じゃないですか、いただきありがとうございます、たまたまハガキサイズのクリアホルダーがあったので、写真集のようにページをめくりながら見ていると物語を読み進めているような感覚になります。ポストカードの順番を変えたらまた違った物語が見えてきそうです、由緒ある場所での凛とした空気がいいですね、湿った石畳と水分を含んでふわっとなったみずみずしい苔がとても綺麗です、うん、添えてある歌詞もこうやって見るとまた違った形でより深く心に刻まれます、私としては、活版印刷のようなフォントがツボです。 ありがたいですね、デザインもこだわりましたからね、写真集、ね、DVD も、見させていただきましたが、どれもいい、どれもすごい、どれも良かったから思ったことをあれこれ書くとまたダラダラと長くなっちゃうので一つだけ書かせていただくと、魔法の手かな、私は保育園の園だよりやアルバムに載せる子供たちの写真をよく撮りますが、うん、魔法の手の時のなずみさんの表情がなんとなく5、6歳くらいの子供に見えました子供の表情に見えました、ありがとうございます、そんなことを思いながらオーディオコメンタリーを見ていましたが、一番最初に小さい頃によく通っていた道という言葉を聞いて、意外と私の感覚って間違ってないと思いました、あの表情やあの場所の空気感がなおずみさんの音楽のルーツなんだと思いました、アライブいよいよ明日ですね、え、もう明日で楽しみに待ってますってことで、ね、そうですか、前日でしたか、すみませんね、遅くなりましたけどもね、こうやってね気持ち切り替えてね、見ていただいてライブに臨んでいただいてね、ありがとうございます、グッズの方はですねまだありますのでね、ぜひね T ショップ見ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いしますね。本当に今回のね、ひまわり T シャツ、そしてグッズたちね、DVD、そしてポストカード、本当に評判よろしくですね、皆さんにね、ご好評いただいておりますので、ぜひ手に取っていただきたいなというふうに思います。そしてアーカイブをですね、そのね T シャツを着ながらねまた見ていただくと、より一層楽しんでいただけるなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしますね。さあ他の感想もご紹介しましょう。こちらはですね、東京都北区前からいただきました、深夜動画職人ありがとうございます。私のことですか。なおくんとスタッフ様方の奮闘で、サマートゥーシーンライブ配信直前に夏ギフトね、ひまわりティポストカード、ムービックフォトブック届きました、ということでね、本当にありがとうございます。そして何を食べたのでしょう、アイスクリームの答え合わせ2つ持ってますけど、からしと生チョコで正解いいわって書いてますけども当たりですよ、和がらしね、和がらしと、生チョコ、どっちも私食べましたね、和がらしはですねとっても衝撃的でしたよ。プチプチとした和がらしのあのね粒がたまらなく美味しかったです。ただねコーンがですね、コーンのとこにすぐ来ちゃったので、そのコーンがね来るとね和がらしのプチプチ感がなくなるっていうか感じられなくなるんですよ、コーンがゴリゴリしてるんで、なんであれはカップでいただいた方がいいなと思いました。なるほど。それからですね、あの写真だとあえて巻きが大きかったんですけど、あのおじいちゃんがね、あのだいぶ先輩がね巻いてくださったので写真よりもだいぶちっちゃくてですね、そのコーンまでが早かったんですよ。ちょっとだけ僕文句ありますそこはね次行ったらまた大きいの、ね、作ってくんないかななんてちょっと思ってましたけどもね。からの、サマートゥーシーンの配信の背景ね、フォトブックをライブ直前に見たばかりなのでより鮮明に、思えました。直前に届くあれも狙いだったりしてということに書いてありますね。ありがとうございます。本当、20周年記念写真集にしてほしいね。シーン残したい風景をなぞったような歌詞があるのも素敵でした。ポストカードで気になっていた二つ森神社、稲荷神社ですね、配信のアンコールラスト曲、中はこんな感じなんですねということでね言っていただいてあります。そうなんですよ、とてもとても素敵なね、とても素敵なシーンね、あの動画の方でもあそこにね入れてありますので、ぜひねアーカイブで皆さん見ていただきたいと思います。
もう一つご紹介しましょう。こちらはですね、神奈川県ピーターパンダからですね、なおにぃなおにぃ、今回のスネバクなおバクの得点すごいですね。ありがとうございます。これポイント2の得点ですよね。そうなんです。これも直前になりましたからね。スネバクはめちゃめちゃ可愛くて、ナオバクナオニーにはやっぱりキュンキュンです。すごすぎますね。そこになんと次のお約束来た。8月20日、感情ぐるぐる追いつかんなのですって、ね、書いていただいております。そうなんですよ、ね、お茶バクの、ね、返礼品が届くと同時に、ね、来月の、ね、8月20日、ね、の告知も重なってくるというです、ね、もうね、もう何が何やら私 もうぐっちゃぐちゃでございますけどもね、来月はですね8月20日にですね、OK スマイルというタイトルでですね、配信限定アライブをお届けしたいと思っておりますので、そちらのですね、早引き特典もですね、もう早引き特典付きのチケットも発売中でございますので、そちらも手に取っていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。そして現在もですね、サマートゥーシーンのアーカイブも配信中でございます、ね、ダブルでよろしくお願いします。さらに、ね、グッズも、ね、まだまだ残ってございますので、皆さんね、ポイント2のやつもありますので、ぜひ気になったら手に取っていただきたいと思います。ということで皆さん、今回はですね、盛り上がっていただいておりましたね、ランナバウトな夜だから、ここでお届けしたいと思います。聞いてください。スーパーランダバウトね、シングル CD でございましたね、お届けしましょう。ランダバウトな夜だから。お送りしてきました高橋尚澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。番組では普通のトラメー、番組の感想、リクエストをメールでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシーズのお題はギリギリ、そして一押しアイスでございます。今週やれなかったんでね、お待ちしておりますよ。そしてライトなお悩みなら俺にくれということで、ただいま絶賛パトロール中の危なおでかにも気軽に相談していただきたいと思います。番組メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマークトカイレイリオ .co.jp、 ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、 東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送ってくださいね。お待ちしております。ということで、先週ですね、中尾で今やってる何、無双盛りっていうですね、うなぎが2匹分乗ったうなぎのフェアがやってるんです。あとはね、普通のなんかなんだっけ、なんとか盛りっていうね、1匹半だったかな、のやつとね、贅沢、一番大きいいっぱいのやつを頼みまして、さらに、おそばの大盛りと、うん、でうどんの担々麺と、うん、で唐揚げをガーンって頼んだら、さすがに俺お腹いっぱいで、あーって思ったんですよね、うん、でもお持ち帰りにして持ってきちゃいました。お持ち帰りの器くれるって優しいなと思いました。ということで、お時間が来ました。30分のお相手は僕、高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、せの、まったねー。
なおずみデビュー20周年記念配信アライブ第3弾、サマーウィンドと新ツアーのセットリストを中心にお届けするライブ、なおずみ高橋 20th Anniversary Alive Summer to Scene、 8月7日までアーカイブを配信中。詳しくは高橋なおずみのホームページをチェック。夏風に思いを馳せ、今残したい風景をあなたと。